こんにちは、高野雲です。コメント返しをしていきたいと思うんですけれども、いただいたコメントはですね、2024年の3月下旬にアップした動画ですね、からにわ病というタイトルの動画にいただいたコメントです。からにわ病っていうのは私が勝手につけた病名というか名前なんですけどもね、何々したからには何々しなければならないというですね、なんか勝手に自分で自分のことを縛ってしまう病気のことっていうか、病気に見えちゃうんですね、私からしてみればね。真面目病かもしれませんね。だから不真面目な私からしてみれば、なんかそういう買ったからには使わなきゃいけないとか、何々した男だからには何々しなきゃいけないみたいなね、なんかそういうやってしまったこととか、何かそれに対して責任を取らなきゃいけない。それはそれで立派な姿勢だと思いますし、それこそ人間だとは思うんですけども、あまりそれ度が過ぎてしまうと、なんか病的に見えちゃうんですよね。だからからには病って私は昔から呼んでいるんですけど、あいつからには病だなんて、へへへなんて笑ったりして、性格悪いですね。でそういうことを多分話したような動画だと思うんですけれども、コメントをいただいていますので紹介します。小田陳太郎さんからのコメントですね。からには病はてなはてな点々はてなはてな点々、生まれて初めて見た言葉だな点々点、さうか、そうか、今巷ではこういう言葉があるのか、んでその意味は、はたまたその要例やいかにはてなとウィキペディアで調べたが見当たらず、さてはジャズ業界用語なのかはてなと知り合いに聞いてみた、皆目わからず〇〇〇〇。あ、すいません、そんなことまでさせちゃったんですね、私の造語でね。ウィキペディア調べるだけじゃなくて、知り合いにまで聞いてみたんですね。お聞きになったわけですか。それはすいませんね、お手数かけました。で、知り合いに聞いてみたが皆目わからず、とにかく聞いてみるべ。つまり本編を聞く前に、このサムネイル、でっかくからには病って書いてあるサムネイルを見て、いろいろ周りに聞いたんですね。で、聞いてみるべと本編を聞き通して、大合点、大合点か、大爆笑、びっくりマーク、たははは、そういう意味でごわしたか、だはははは、とほほほほほ、てんてんてん丸、なるほどほどに割る、笑い。最近 YouTube でジャズやロックの有名版のドラムトラックだけを抜き出したサイトにはまっていますが、市場の愛のエルヴィンや、レッド・セッペリンのボンゾやクリームのジンジャー・ベーカーなどのドラムだけの音には、改めてコロンブスの卵のような凄みを感じて驚いています。個人的にそれらを上回る驚きがあるのがビリー・コブハムでした。クロス・ウィンドやマハシュビヌ・オケなどではうるせえだけの太鼓だなと思っていましたが、このドラムストラックだけのピックアップでのコブハムは、16だろうが、32ビートだろうが、実に気持ちよく小気味よく聞けます。私はこれだけでご飯が進む。そして、市場の愛のエルヴィンは、昔コピーした時には分からなかった、聞こえなかった音、バス裏の細部までもが聞き取れました。というコメントでございました。小田慎太郎さん、どうもありがとうございます。へえ、そんなサイトがあるんですね。ドラムの音だけを抜いて聞くと。私はね、ジェームス・ジェマーソンのベースの音だけを、他の音全部カットして、でジェマーソンのベースの音を聴けるサイトは聞いたことありますけど、私はこれだけでご飯いけちゃいますね。やっぱりただ単に正確に弾けばグルーヴ感が出せるんじゃないなということがものすごくよく分かって、結構うねってるというか、ちょっとつんのめりになるところがあったり、走ってるところと、あと弾いているところが非常に絶妙なバランスの組み合わせで、一言では呼吸してるんですね、ベースラインがね。本当打ち込みのように淡々と同じことを繰り返すというか、同じパターンを繰り返す。ジェマーソンの、私聞いたのは What's Going On なので、同じベースラインじゃないんですけど、1小節ごとにラインが微妙に変わってきてはいるんですけれども、ちょっと打ち込みのベースとはまた違った、本当に呼吸している、なんか生きているという、かなり思っていた以上に周りの音が取れると、言い方は悪いですけど、ちょっと乱暴な感じの、ちょっとぶっきらぼうなところもあったりとかもして、丁寧に弾いているだけじゃなく、かなり荒々しいところも感じられたりとかして、まさに人間を感じましたね、なんか呼吸みたいなものをね。だから例えば、まあ、小田賃さんはドラマという視点から聞くといろいろな発見があるんでしょうね。だからやっていると見えてくることってありますよね。でビリー・コブハム、ただ単にうるせえだけのドラムが実は周りの音を取り去ってみるとすごく細かいところまでの配慮が行き届いていたりとか、母なるほどと、ただ単に漠然と音楽を聴いてるだけだと見えなかったことが見えてくると、そういう発見もあったりするから楽しいですよね。なるほどね。小田賃さんどうもコメントありがとうございました。でそれに対して、それに対してということでもないですけど、人力飛行機さんからもコメントをいただいてまして、それ読んでみますと、今回最後の方で結構コメントも溜まってきて、昔コメント返したのも忘れてるのもあるけど構わずまたコメント返ししてみようかと思っていますともう言葉があって、まあ、結構いい加減ですね。二重にコメント返ししちゃってる動画とかも多分あるんですよ、私の場合。で、この動画のコメンテーターの方って自分も含めて癖が強い、結構好みがあって自我が強くて作品の判断できて知識も豊富で、そういう面々が揃っている。まあ、自我は強い人、癖が強いっていうか、まあ好み、みんなエッジが立っているというか、好みの幅がすごく広くて、でその自分の好みをそれぞれのやり方で手法で言語化できる人たちが結構常連さんに多いのがとっても嬉しいですよね。とっても助かってます。なぜかというと動画のネタになるからってね。で自我が強くて、自我はそんな強い人、人力飛行士さんが自我強いと思いますけどね、私はね。まあ、自我強くて作品の判断ができて知識も豊富で、でそういう面々が揃っている、そういう方々の相手を今回みたいにいちいちするってなかなかできそうにもできなさそうにも思えるんだけど、主さんは軽々、まあ人柄なのかやっちゃう、まあ、人柄っていうか暇柄というか、まあね、暇な時にやってるって感じ。忙しい時は全くやらないです。だから暇な時はもう一気に取りだめちゃってるってことが多いですけどね。でこれが小川隆夫さんや、後藤正弘さんだったらいちいち反論論争が開始されてだんだん両者エキサイト、もうここには書かない、もう聞かない、あなたと私は全然違うと分かりました。さよなら、お元気で。俺が一体何年ジャズ聴いとると思ってるんだとかなりそうな。いちいち相手は難しいと思うんだけど、それができる方だっていうのが主さんの才能なんでしょうね。まあ、才能って多分めんどくさいだけなんこじらせるのめんどくさいだけなんですけどね。で、14分10秒目あたりからは画像で、多分大久保駅から西新宿を結ぶ線路か。ああ、そういう画像も使っていたんだ。でそれすらも忘れているって、まあ便利な性格ですよね。で壁にカラーの絵も描いてある。あ、これ思い出した。大久保駅、これ私が撮影した動画です。あ、動画じゃない、写真ですね。大久保駅か西新宿なんかの用事でね、少し前になんか用事っていうか食べ物屋さんを食べに行った時に撮った記憶があります。そう、そうだよね。目ざといですね。そう。多分この頃ですよ、私が撮影して、で、動画にアップしたのね。で、多分大久保駅から西新宿駅を結ぶ線路下、まさにです。壁にカラーの絵も描いてある。ドラマのロケにも使われていた。あ、そうなんだ、あの道。西新宿の海賊版見に行くときによく通っていたのを思い出しました。あ、西新宿海賊版の店多いですもんね。で、やっぱり、缶酎ハイストロング片手にかっこ笑いと風情があるんですよね。古いマンションもあったり、アジア人も多くて、そう、あの大久保のあの通りもちょっとメインストリートに出るとはもう結構韓国人街ですもんね。安い焼肉屋さんと韓国料理屋さんがあったりとか、あと韓流ショップとかもあったりとか、一時期よりはなくなったと思いますけどね。一時期韓流ブームの時なんかは結構ヨン様とか、ヨン様はもう古いかまあ韓流アイドルとか、あと韓流スターとかのブロマイドみたいの売ってたりする露店とかもあったりとかもしてね。で平日の昼間も結構観光客というか、韓国のドラマとか映画大好きなおばちゃまとか、結構若い子とかが結構いっぱいあの辺いたりもするんですよね。で都内だと珍しく紙巻きタバコの匂いの漂うエリアなんですよ。ほら最近結構うるさいじゃないですか、路上でのタバコとかね。あと私もそうなんですけども、紙巻きタバコからアイコスになって電子タバコに変わっちゃってる人とかも多いので、逆に紙巻きタバコのその紙の燃える匂いが懐かしく感じちゃったりする、東京都内でも珍しいエリアだと思いますね。まあ珍しくはないのかも、下町とか行けばそういうエリアもいっぱいあるのかもしれませんけど、新宿からこう歩いてきたりとかもすると、ほら新宿ってどっちかというとほら路上タバコ、歌舞伎町とかもすごい清潔で広々として綺麗になっちゃったりしてるじゃないですか。でそこから例えば歩いて大久保の方まで行ったりすると、随分と近いんだけれども街の風景というか空気が変わるような気がするんですよね。まだなんか昭和の匂いが漂っているというかね、こう紙巻きタバコの香り、それを象徴するのは紙巻きタバコの香りなんです。路上で吸ってるおっさんとかが多いからなのかな、あるいはそういう出店みたいなところのトッポギとか売ってるようなところとかだと、路上に多分灰皿とかがあるからなんでしょうね。まあとにもかくにもあそこら辺のイメージっていうのは、私は紙巻きタバコの匂いが強烈に印象に残りました。これを撮影した時はめちゃくちゃ久しぶりに行ったのね。もう何十年ってもう20年以上ぶりかもしれない。一時期20代の時に私大久保の本当に駅前のスタジオ、テレコムスタジオとかだったっけかな、なんかすごくいい感じにボロいスタジオでソファーがくたびれていて、やっぱくたびれたソファーっていいですよね。どうも私ジャズ喫茶、くたびれたソファーの、例えばスイングとかで育っちゃったせいか、くたびれたくたくたのソファーで、なんかあと音楽教室の待合室もそうでしたけど、くたーってもうスプリングが効いてないようなソファーで、なんか皮が破れて中のスポンジが見えているようなね、そういう待合室があるいい感じのスタジオで、ジャニス・ジョプリンのコピーバンドとかね、あとカントリーブルースのコピーバンドとか、よく週末練習しに行った記憶があります。それ以来なのかな、大久保行くのは。なんか珍しくね、ちょっと買い物とあと食事で行った時に撮ったんですけど、話が全然進まないので大久保から止まっちゃいましたので、はい、戻りますと、その辺を人力飛行機さんは缶チューハイストロングを片手にね、似合いますね。あの辺缶チューハイストロングをこう持ちながら、ロング缶とか持ちながらですね、人差し指と中指でこうタバコ、紙巻きタバコを挟みながら歩く光景が、今路上警察に見つかったら、路上おじいさんたちポリスみたいなのに見つかったら、すいません、タバコ禁煙です、路上でなんて言って、はいって携帯灰皿にポイって捨てさせられるかもしれませんけど、でもなんかそういう風景が似合いそうですよね、あの辺はね。で、狭い道が入り組んで、あの辺好きですねと、人力飛行機さんお好きなんですね、ああいう雰囲気がね。で、終盤で金出してるんだから取り柄がないとか思わなくなりましたと、これがどうも、これが難しい。金出してるんだから取り柄がないと、ちょっとよくわかんない。なんか言ったんですよ、私。じゃあちょっと読み進んでいきましょう。どうしても金返せとか、映画とか特に、確かに主さんのおっしゃるように、そういうことも勉強とも思えるし、ああ、そういうことか。カラニア病の一つとして、金を出したからには元を取らなくてはいけないみたいな、そういう話をしたと思うんです。それに対してのレッスンですね。で、昔見た映画で、当時 AKB 島崎遥香が主演のホラー、劇場例ってあった。私も見た記憶があります。で、なんか脚本といい、例の姿といい、チープで下手で、島崎遥香もメイクが下手なのか可愛くないんだな、これ。かっこ笑い。リング2好きで、中田秀夫監督で期待していたのもあって、金返せと言いたくなった、かっこ笑い。で、中田秀夫監督で何これはあれくらいだったですね。外さない人だからまず。今思えば中田秀夫が失敗した、かっこと自分は思いました。珍しい作品見たということです。で、確かに貴重な経験だと今は思います。劇場例、確かにリングクオリティと比較しちゃうとですけどね、ちょっと、B 級にチャレンジしたのかななんて、あと予算の関係とか、スタッフ、人員とか、そういういろんな問題があったりすると、たとえヒットを飛ばす、優秀な監督にもこういうふうになっちゃうんだねというような感想を私は抱きましたけどもね。面白いかつまんないかでつまんなかったです。はい。いや。で、この人力飛行機さんの書き込みに対して、小田陳太郎さんがコメントを入れてますね。で、まずは引用されてますね、人力飛行機さんのコメント。これが小川隆夫さんや後藤正宏さんだったら、いちいち反論、論争が開始され、この見方、面白い、で、この見方、面白い意見ですね。思わず、グヘヘヘヘと笑わせてもらいました。グヘヘヘヘって笑うんだ。小田ちんさん、面白い。で、なるほどですね。さもありなんですよね。笑い。私はお二人とも面識がありませんが、まあ、小川隆夫さんや後藤正弘さんとは面識がありませんが、もはやお二人とも、そういうお愛想心、はてなは、持ち合わせておられないのではないかなと勝手に想像しておりますです。ただ昔からの読者ならそう思えますよね。びっくりマーク、バック。高野マスターが異常、かっこよい意味での、私が異常はてななのだと私は思っています。これだけのキャリアを持ちながら先輩方のアドバイスなどを疑いつつも、これだけトライするお方は私の周辺には皆無でした。かっこ自分も含めて、自分の周囲はみんな地頭がよろしくないのですと。ただね、私はこの年になっても、かっこ私のようなパーカーの分かるやつはイーグルは敷居高いよなという思いがありますです。したがって、おそらく生涯イーグルは未踏破で終わりそうです。笑い笑い。最後に、マスターに一つご質問。最近 YouTube 上で〇〇のためのジャズ集などをよく見かけますが、多くは無名のアーティストの演奏集のようですが、これとゆうこりんさんなどがしきりと嫌ううんこジャズ、まるこって、まあ、うんこジャズですとは違うものなんでしょうか。また近い将来こうしたスタイルがジャズの主流となるのでありましょうか。皆様はどう思われますでしょうか。うん、何々のためのジャズ集、まあ、よく見かけるけど、聞いてないから何とも言えないんだけれどもね。あと、ゆうこりんさんが嫌ううんこジャズ、だから聞いてないので何とも言えないんですけども、まあ、私、ゆうこりんさんすごい好きなんですよね。で、とはいえ、主張してる内容に 100% 賛同してるというわけでもないんですよ。ただ、彼のピアノの音色がとっても好きなんですよね。ピアノの切れ味、リズム感と。だから、これだけの音を出せる人が言ってるから説得力があるんですよね。だからやっぱり本当にすごいたくさん勉強して、なんちゃってでやるのに対してはすごい憎悪の念を向けているんですけれども、だけど、言うだけのまあ、キャリアというか勉強、研鑽は積まれた方、それも音でも本当に分かっちゃうぐらい、とても美しい音って、美しいというか、まあ、綺麗というか、キレのある、まあ、その人だけのなんか、すごいオリジナリティのある音歌を持った人なんですよね。だからまあ相当な修行をされた人なので、相当な修行されたということは、まあ、1カゴン、2カゴンあるだろうと。だからまあ耳を傾けるに値するだけの音力を持っている人だからなっていうところは、まあ私がゆうこりんさんのこと大好きな理由の一つなんですけど、でプラスギャグ心があると。時にそのギャグが行き過ぎてしまって、お下品ですら、お下劣ですらあると。そのお下劣さが割と私のツボにはまっているという、そういう感じなんですよね。だからまあ、お手軽にこれこうさえすればこんな風になるよっていうような安直なに見えちゃうんでしょうね。YouTube の動画とかでこういう時はこうするといいみたいなマニュアルのようなこうジャズの教則動画が結構出ているみたいなんですね。私はあんまりそういうの見てない。How to play jazz piano ぐらいはちょこっとかじりで10本ぐらい見たことあるんですけど、その How to play jazz piano も終わっちゃいましたね。それぐらいなんですよ。だからあんまり私わかんないんですけど、そうジャズのピアノでこういう時はこうする、こういう時、このコードの時はこうやってアドリブ取りましょうみたいな動画いっぱい出てるみたいなんですけど、あんま興味ないんでスルーしてるので、だけどおそらくゆうこりんさんが仮想的としているというか、うんこジャズとしてディスっているのは、そういう動画の主のたちのことだと思うんですよね。だからちょっと見てみないと何とも言えないんですけど、ただ見た上でゆうこりんさん見るともっと立体的に楽しめて面白いのかもしれませんけれども、まあ私はこのゆうこりんさんの弾くピアノの音が好き、あとゆうこりんさんの滑るギャグが好きって滑ってないかもしれませんけど、なんかちょっとお下劣すぎる行き過ぎたギャグが超大好きという、ただそれだけなんですよね。だからどう違うのかちょっとわからないし、スタイルの主流となるのかどうかもちょっとわかりませんね。やっぱり今後はまあでも CD とかね、アルバムという形式で発表するアーティストはどんどん少なくなっていくとは思うんですけれども、やっぱり最近のジャズとか、例えばこの間のブルータスでね紹介されていた新しいジャズとかいろいろ私も聞いてみたりもするんですけども、まあ研究してるし練習してるし、格段に上達しうまいんですよ皆さんで、さらに独特の新しい切り口とか価値とかも他のジャンルからうまく融合を接着させたりとかして、どんどん進化は繰り返していくので、どんどんもしかしたらタコツボ化していくのかもしれないし、細分化していくのかもしれませんけれども、源流からどんどん支流と細かい支流に分かれていって、でそのたくさんの支流の中の1つか2つが、結構ファンの人口が多い、割と有名なものになっていくという感じにはなるので、そういうジャズというジャンルの中の主流はこのスタイルだっていうのは多分なくなってくるというか、もうないような気がするんですよね。あとは今活動しているミュージシャンがどの手法を選択しているのか、どの考えに基づいてどのような音を発しているかだけなんだと思うんですよね。では回る人はハードバップスタイルがやっぱり好きなのでと。だからハードバップスタイルをかたくなに演奏している人もいるかもしれませんし、あるいは新しい要素を民族音楽とか、あと打ち込みの要素とかもうまくテクノロジーを融合させて表現している人たちもいるという感じで、例えばハードバップやってる人とそういう民族音楽とか打ち込みをやってる人たちは交わらないかもしれないけれども、源流をたどると割と一つのところにたどり着くって、どんどん細分化がめちゃくちゃ進んでいってるっていう感じですよね。だからこのエリアが一番熱いというか、このスタイルが今の時代の定番だっていうのはどんどんなくなってきてると思いますよね。あとは、そういう人たちがライブをやるとすると。で、ライブで、あるいはそのライブの告知をSNS 上ですると。で、それでのフォロワーの多さ。で、それが一つの基準だったりとか、あまりにもフォロワーが多かったりもすると、それが主流とみなす人も出てくるかもしれませんけれども、じゃあその時代を彩る音になるのかというと、なり得ないとも思うんですよね。でもいいじゃないですか。いろいろ細かいのを探す楽しみがね、リスナー側にはあって、それをなりわいとしている人はとても大変な時代だとは思うんですけれどもね。お気楽に検索しながらただ膨張しているだけの人からしてみれば、すごいチョイスの選択の幅が多くて、それこそショッピングモールのフードコート以上にたくさんの食べ物屋さんのお店があって、どれがいいかななんていうふうに物色できる楽しみ、つまみ食いできる楽しみ、あとデパ地下のような楽しみがあったりとかもしますのでね。だから今のジャズはデパ地下状態なのかもしれませんね。だからつまみ食いをできる楽しみって、売る方は必死だと思うし、作る方、表現する方は必死だと思うけど、お客さんのね、立場からしてみれば、どれを買おうかな、どれ買うのやめようかななんてね、ちょっとお気楽にいろんな選択肢の中をゆらゆらと泳ぐ楽しみがあったりもするので、つくづくいい時代に生きてるなとは思っていますけれどもね。山田ちんとろさん、ありがとうございます。で、そのコメントに対して、今度は人力飛行機さんがまたコメントをされていて、まず私みたいなオールモスト初心者のコメントに、こんな面白いコメントありがとうございます。勝手にいろんなこと書いてるだけな、かっこ笑い、私みたいな、本当ありがとうございます。で、中にマスターへのクエスチョンもあったり、で、皆さんはどう思いますかという問い返しもあったり、考えてみたら高野マスターは忙しい方で、あとマスターは以前書いていたような、まずマスターはメンバーズへの、チャンネルメンバーシップへのコメント返しを優先的にします。それでメンバーズ以外のコメントについては、アットランダムに返しています。だと思います。アットランダムというかね、新着順に返してます。旧着順に返してます。管理画面で時系列順に並ぶんですよ。新しいコメントになればなるほど上に来て、で、古いコメントになればなるほど下になるんですね。で、一番下までスクロールして、じゃあ今日はこの一番下のコメントにようやく返信できるわ、あるいはハートマークつけられるわっていう感じで見てはいますけれどもね。で、そういう感じでコメント返しをしているのですが、チャンネルメンバーシップ登録の方は、そういう管理画面でバーってスクロールしていくと、結構新着上の方に、例えば永井努さんとかチャンネルメンバーシップの方なので、そういう方を見つけたら、割と下までスクロールしないでメンバーシップの方に返信をするような感じをしてます。で、でも戻ります。で、だからアトランダムに返しているというよりは、古い順から返していますね。で、だと思います。なので、メンバーズではない人がかなり気合い込めて書いたコメントはスルーされ、忘れた頃にコメント返しが来ているパターンも多々ある。時間差がどうしても生じてしまうんですね。これはメンバーズではない方に覚えがあると思います。忘れた頃にコメント返し。しかし、むしろそれで、こちらはかなり冷えた頃にコメント返し来た方が、コメント返しへのコメント返しもまたしやすい。そういう良いところもあるんですよね。コメント書いた瞬間で割合熱くなっていることもあるから、間が空いた方がむしろ良い場合がある。ややこしいですが、かっこ笑い。なので、私や奇形のコメントへも2週間後にコメント返しのパターンかもしれません。普通に捉えるならば。しかしせっかくだからマスターはこう返すであろうという、まあ、なんというか、モノマネというか、かっこ悪い。せっかくだから私やってみようかと思います。題して、高野光さんならこう返す。動画の中でこういうふうに喋っているという設定で、私なんか非常にうなずけるところもあり、しかし私とか、例えば家で、トイレにこもっているとき、手頃な純文学とかを手に取ってこもるときもあるんですよね。ドストエフスキーの小説とか、手持ち無沙汰になると思って、それってドストエフスキーへのある意味冒涜かもしれません。いわばトイレ BGM かっこ笑いなわけで、熱烈読者には失礼千万だったりして、そういう何々のための作品って別に作業用でなくても、そのために作られなくても勝手に使われてしまう時もあるんですよね。私がトイレに持って行ったみたいに。トイレでしか読まないドストエフスキーとかかっこ笑い。なのでどうでしょうね。何に使うが受け手の勝手というのもありますよね。で、それじゃあ初めから作業用 BGM 的なジャズとして銘打ってる CD ってあるとしましょうか。実際売られてると。確かにゆうこりんが言うように、ゴミ同然に扱うのもわかるんですけど、私とか、じゃあ、読書の時に BGM で聴いている作品とかもある意味、作業用なんですよね。坂本龍一のとか。坂本龍一がそれを知ったらどう思うか知りませんが、まあ、怒りはしないとは思うんですけど、でも読書の BGM に使っているわけですから、純粋に聴いてはいないんですよね。そう考えると、どんな芸術作品でも BGM 化は可能だと思います。作者がどう思うとしても。で、初めから作業用って銘打ってるジャズとかあるってことだけだと、私がそれがあってもいいとは思います。ただ、聞かないし、仮に読書の BGM にするとしても、かなり自分好みな作品は選ぶと思います。結論から言うと、作業用ジャズは、うんことかといえば、それはそうかもねということになるかと。はい。でも、だからといって、あるのはおかしいとか、流すのはジャズへの冒涜だとか、そこまではないですね。私も大体が音楽を BGM にして使っているときありますからね。こんなところでよろしいでしょうかみたいなこと言うんじゃないかなと私の考えを読んで、俺だったらこういうねというような文章を先回りして書いてくださっていたんですけど、まあまあ当たらずしも遠からずって感じですけどな、結果ね。まあ作業用 BGM、まあ私もほらだってまさにイーグルがね、ほら死後禁止じゃないですか、夕方まで。で、だからそういう人の声がこう原稿書きの邪魔にならないからということで、私ほらよく言ってましたもん。まだ編集者だった頃はほら近くにあったから、タクシー1メーターで行ける距離がね編集部だったから、昼間ほら机に座ってると電話がかかってきて、いちいち電話に出たりとかね、まあ、自分はあんまり出ないんだけど他の人が出てるとやっぱりそれでちょっと思考が中断されたりするじゃないですか。あとほら人からいろいろ声かけられたりとか、いろいろなんか思考が集中できない、連続性を保てないとき、妨げになることって意外と多いんですよね、編集部にいるとね。だから、そういうのを断つためによくイーグルというジャズ喫茶に避難していて、そこで原稿を書いていたこともあります。原稿を書いていたりとか、メールチェックですね、来ていたメールに対して返信を書いていたりとかね。そういうことはよくやっていました。で、その時に流れているのが、結構、昼間で死後禁止で、結構大音量なので、ギル・エヴァンスのマンデー・ナイト・オーケストラで、ビャーみたいなのとか、結構派手になのとか、まあ、ある意味、こう、想像しいのも流れたりもするんですけど、電話とかね、人から声かけられて作業を中断されるよりは、全然心地のいい BGM、つまり思考の連続性をこう担保してくれるものとしてはね、やっぱりギル・エヴァンスには怒られるかもしれませんけれども、私にとってはとても心地よい BGM でしたね。で、中でもいろいろ聞いている中で、一番その思考の中断を妨げられないというか、思考の中断を妨げる、ちょっと変だな、思考をの連続性を妨げられない最も私の中でベストなのがバド・パウエル「アット・ザ・ゴールデン・サークル」ボリューム3 A 面丸々1曲スウェディッシュ・ペイストリー、スカフの十数分の間は心地よく中断されずに何か考え事あとパチパチごとっていうのは文字書いたりすることがすごく集中して続くんですよね。ずっと同じ調子で続いていくので、それがとても心地よかったです。しかもだらっとした時間が同じ調子で続いていくんじゃなくて、なんかテキパキとメリハリのある時間が連続性を保ちながら、心地よく刺激を空気中に振りまきながら流れていくので、これはね、私の個人なんですけど、作業用 BGM としては最良ですね。しかも大きな音で聞くには。あとは意外とほらジャッキー・マクリーンとかもよく流れていたんですけど、カプティン・スイングとかね、マクリーンのねアルトサックスは意外と止まっちゃうんですよ。聞いちゃうというか、良くも悪くも思考が中断されちゃう音を持ってるんですね。フレーズとかじゃ音がね、訴求力、聞いてよ聞いてよっていう音なんですよね。だから分かりました、聞くよ聞くよってことで、それで耳をそば立ててしまうと思考が中断しちゃうんで、鑑賞用ですよね、本当マクリーンのアルトサックスは。バド・パウエルなんかもっと本当はマクリーンよりも主張の強いピアノであるはずなんですけれども、でももちろんうんぽころうことかだったら思考中断されちゃうと思うんですけども、あとジャズジャイアントとかね、初期の演奏時間の短いものだと曲調が曲ごとに変わっていくので中断されちゃうんですけど、スウェディッシュペーストリーは長いのでね、キビキビした感じが長く持続するのは、こちらの集中力もキビキビした状態で長く続いていくので、これは良い BGM だなぁなんて思いましたね。はい、そんな感じでよろしいでしょうか。ドストエフスキーとか、文学作品は確かに、ね、おっしゃる通り、トイレで読むとはかどりますよね。はかどるとか、ページめくるスピードが早まりますよね、なんて思いました。はい。どうもありがとうございます。ということで、今回はですね、からにわ病というタイトルの動画にいただいたコメントを紹介させていただきました。皆さんは BGM でジャズを聴きますか？で、もし聞くとしたらどういうものを BGM としてかけていますか？もしよかったら教えてください。ということで、また他の動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイよ。